今月10日、日田市のイオン日田店で起きた殺人事件。無職の白土正宏容疑者、56歳が市内に住む日野初美さん、84歳を刃物で刺して殺害した疑いで逮捕・送検されました。捜査関係者によりますと、白土容疑者は日野さんと面識はなかったということです。また、事件前に警察には近隣住民から 白土容疑者とトラブルになったという相談が複数寄せられていましたこうした中大分地検は白土容疑者について今日から鑑定留置を始めました期間などは明らかにされていません今後精神状態を詳しく調べ刑事責任を問えるかどうか判断するとみられます